バレンティノの広告動画にモデルのコウキが出演してて帯の上を歩いてるっていう動画が批判されてコメントを見ると帯のことを何だと思ってる帯作りに携わった人の気持ち踏みにじってる文化的に敬意がないなど批判されて るんですすけど、まあ、その動画を見て、まあ、結構良かったでも、まあ、この動画は「まあ、草迷宮」っていう映画に影響を受けてて、まあ、元ネタはまあ日本人が考えたのに、まあ、外国のブランドにまあ批判するのはちょっとおかしいと思うし、まあ、ダメなパターンとしてはユニクロとか、まあ、大衆的なブランドだったらダメだと思うんですけど 今回はイタリアの高級ブランドなのでそういう服とかプロモーション動画っていうのは芸術作品なので芸術作品に一般常識を持ってきて批判するのはやめた方がいいと思いました。